ダメなって言っちゃってました、ね、聞くとダメなんですよね。そうそう、下手に聞かなきゃ。いいですかって聞いて、いいですよっていうところまずあんまないですか、うん、と思いますね。
日本吹奏楽発祥149年記念演奏会を開催いたします。演奏に先立ちまして公益社団法人日本吹奏楽指導者協会会長岡田智之よりご挨拶申し上げます。ようこそいらっしゃいました。私たちは今長い日本語の名前名称公益社団法人と言いましたが、これを略して JBA というふうに訳しておりますので、 JBA で覚えていただければと思います。で私はそこの今会長を務めさせていただいている岡田と申します。本日のご来会改めてありがとうございます。今年の夏はその猛暑、夏なし猛暑すごかったですね。こちらの方が大丈夫です。失礼いたしました。今年はこのすごい、猛暑、それからこの間の台風で、その前後に北海道の地震と、非常にこの自然に猛威に翻弄された年でございました。犠牲になられた方々に哀悼の意を捧げ、被害を被った方々に、私たち何のお手伝いもできない歯がゆさを持っておりますけれども、お見舞いを申し上げます。さて、今日は日本で吹奏楽が発祥して149年という年を、記念する演奏会です。明治2年、1869年の10月に、鹿児島からここ妙高寺に薩摩藩から派遣された薩摩藩軍楽練習生、二十数名の若者が到着し、そして江戸の薩摩藩屋敷にいた12名と加えた32名が初めて、西洋の管楽器や打楽器の演奏指導を受けることになったところでございます。指導はその当時横浜に駐屯していた英国文学隊のジョン・ウィラン・フェントン隊長、指導を受ける練習場として、提供してくださったのがここ本木山妙高寺でございます。日本の吹奏楽はこの境内で始まっています。そして、今や日本の吹奏楽をはじめ世界吹奏楽というのは音楽の頂点を謳歌しているという感覚でございます。でそのフェントン、指導者のフェントンは明治2年に英国のエジンバラ王子が明治天皇の賓客として、第一の式典で演奏の試験の際に演奏するべき国歌がないということを知り、薩摩のリワッタの一部に君が弱っていう説がございました。それに旋律をつけて作曲し、明治天皇と英国エジンバラ公の前で奏したのが日本国歌の始まりとされています。妙高寺がこのその国歌発祥の地でもあり、この向こう側に記念碑が設けられています。現在の国歌は明治13年に宮内省の学人やドイツから赴任した音楽教師によって改められた曲が用いられています。このように日本の吹奏楽の歴史を作ってくださった本木山妙高寺に大きな感謝を申し上げ、149年の歴史の重みを感じながら本日の演奏会を楽しんでいただければと思います。本日は横浜創英、